東京工業大学2022年の力学に関する入試問題の続きその2を始めます。括弧 B からです。台を床の上に固定し、モーターにより回転棒を一定の角速度オメガで回転させておく。モーターは十分強力で、重りは常に等速円運動を続けるものとする。この状態において図2のように、長さ L の糸と大きさが無視できる質量 M' の小球からなる振り子を上方から下ろしていき、重りが通る円軌道上に小球を静止させた。その後、振り子の支点、小球とは逆側の糸の端の位置は変えないものとする。すると重りと小球が衝突し、小球は衝突時の重りの進行方向に速さ V1 で動き出した。その後、小球はターン振り子の運動を行い、再び衝突地点まで降りてきた。この間、回転棒は台の周りを一周して、重りと小球は1回目の衝突と同じ位置で2回目の衝突を行い、小球は衝突時の重りの進行方向に速さ V2 で動き出した。小球と重りの間の反発係数を E とする。この2回衝突の実験を R、L、E、M、M' が異なる複数の装置と振り子を用いて行った。ただし、蒸気機の衝突が起こるように、それぞれの装置と振り子において回転棒の角速度オメガを適切に設定した。糸は伸びず、その質量は無視できるものとする。また糸の振り角、糸が鉛直線となす角が180度を超えることはないものとする。以下の問いに答えよ。括弧 D の問題です。1回目の衝突直後の小球の速さ V1 と、2回目の衝突直後の小球の速さ V2 を R、E、オメガを用いてそれぞれ表せ。E の問題です。ある装置と振り子を用いて実験を行ったところ、糸の振れ角は十分に小さかった。この時、小球の運動を単振動とみなすことにより、回転棒の角速度オメガを L と G を用いて表せ。 D の問題ですが、1回目の衝突直後の小球の速さ V1 と、2回目の衝突直後の小球の速さ V2 を R、E、オメガを用いて表せという問題です。で、ここでは台は固定しています。動きません。で、この回転棒がオメガという角速度で1回転するわけですね。1回転したときに、最初に衝突したときは、これはこう触れますね。こう1回行ってまた戻ると。その戻ったときに、もう1回回って2回目の衝突が起きるということですね。ですが、最初の衝突のときは V イコール R オメガという速さで、この重りは速さを持っています。このようにして V ですね。V は R オメガですね。この半径が R ですから、V イコール R オメガの速さで、ぶつかっていきます。その時は小球は0ですね。で、また1回回って、この重りはこの等速度運動しますから、V は変わらないわけです。衝突後もこの V でいきます。で、その衝突後は小球の方は V1 で、こう上側プラスとしたら、こういう方向ですね。プラスになります。ですから、この反発係数 E ですから、相対速度を考えます。V-0、重りから小球の速さ、重りから衝突後の速さですね。小球の速さになります。これ V は変わりません。で、この変わるのは0から V は小球のみですね。で、マイナスをつけてこうなりますから、EV イコール、これがプラス、マイナス、V1 マイナス V になりますね。で、知りたいのは何かというと V1 ですから、これをこちらに移行します。で、V でくくると E プラス1の V になります。で、V は R オメガですから、R オメガで表しますから、このようにして、これを1プラス E ですね。順番変えただけです。で、R オメガになります。ですから V1 はこういう式になります。次は2回目の衝突直後の小球の速さ V2 を求めます。これで最初の衝突で、この衝突しますけども、さらにこの1回転回った時はこの速さは変わりませんね。等速度運動してますから V でいきます。衝突前は、2回目の衝突前は重りは V の速度です。で、この小球の方ですけれども、行って帰るんですけれども、空気抵抗はないですから、
最初の速度を保っていますね。元に戻った時は、ここが単振動していますが、元に戻った時は最初に衝突後の速度を保っていますから、 V1 でいきます。これはまあ分かりやすいようにこう位置をずらしましたけども、 V1 でこうぶつかりますね、衝突前は。ですから衝突後は逆に V2 で今度は弾き返されます。重りの方は相変わらず V で、衝突後はその速度を保っています。ですからこの反発ケースいいですね。ですからこれ重りから小球を引きます。小球の場合は注意しないといけないのは、こちら向きはマイナスです。上がプラスですから、マイナスのマイナス VR になります。でこれは重りから小球の速さですね。小球は V2 ですから、マイナス V2 でいいわけです。でこれを解くと、これはプラスになりますから E の V プラス V1 で、これは V2 マイナス V になりますね。で知りたいのは V2 ですから、 V2 イコールこれを移行します。 EV 足す V1 ですから、 EV と V で E プラス1の V になりますね。でこれは EV1 です。で V1 は1回目の衝突後の速度ですから、これですね、 V1 は1プラス E アロメガですが、アロメガ V ですから1プラス EV E の 1プラス EV になります。でこれ見ると E プラス 1V E プラス 1V ですね。これでくくりますと、まあ、1プラス E にします。1プラス EV でくくりますと、これが1になります。でこれは E が残りますね。ですからこうなりますから、1プラス E の2乗の V になります。 V はアロメガですから、こういう式になります。これが V2 の式になります。次は E の問題です。糸の振れ角が十分に小さいとき、小球の運動を単振動とみなすことができます。で、この回転棒の、その時の回転棒の角速度オメガを L と G を用いて表せという問題です。ここで、衝突、1回目の衝突後、この小球は、振れ角が小さいときは単振動しますね。こういう場合は振れ角大きいですが、小さい場合は単振動とみなすことができます。で、その時に、ここから衝突直後からここに最高に触れた時にですね、元に戻るまでの時間は、ここからこう行ってこう行くのが T ですね、一周期です。これ出すから、こことここか、こう行ってここまで行く時間は一周期の半分ですから、2分の T ですね。ですから一般にその単振動の場合はこの紐の長さと G に依存するだけです。質量によりおりません。小球の質量によらない、こういう式で表せますから、小球の単振動はこういう式で表せます。しかしここから行く時間は半分ですね。ですから2で割るとこんだけの時間になります。でここから衝突後、ここからここ行くまでにこの回転棒は1回転回っています。ところでこの1回転の周期、これを重りの周期 T' としますと、 T' は角速度オメガですから、オメガもの2倍です。 T' はこうですね、この T' とこれ行って帰る時間が同じですね。その時に衝突が起きますから、その角速度は、ですからこれとこれが等しいということですね。 T' はオメガ分の2倍です。オメガ分の2倍がこれに等しいですから、 π と π が消えてオメガが出てきますね。オメガ分の2がこうなります。ですからオメガはこちらまで来て、これをこっちで分母で割ると逆数になりますから、 L 分の G になりますね。オメガはこういう式になります。これが答えです。F の問題です。全問 E とは異なる装置と振り子を用いて実験を行ったところ、糸の振れ角は大きくなった。図さんはこの実験における小球の運動の様子を、小球が動く平面に対し垂直な方向から見た図である。1回目の衝突後、小球は糸の振れ角が60度となる位置 A で最高点に達した。このことから、1回目の衝突直後の小球の速さ V1 を L と G を用いて表せ。G の問題です。全問 F の実験において、2回目の衝突後、小球は糸の振れ角が120度となる位置 B に達した。位置 B に小球が達するまで糸はたるまなかったが、小球が位置 B に達した直後から糸はたるみ、小球は放物運動を始めた。このことから、2回目の衝突直後の小球の速さ V2 を L と G を用いて表せ。 H の問題です。問い D、F、G の結果を利用して、問い F および G の実験における小球と重りの間の反発係数 E の値を求めよう。
F の問題です。糸の振り角がこの装置を変えたところ大きくなったということですね。1回目の衝突後昇級は糸の振り角が60度となる位置 A で最高点に達したということは、ここで瞬間速度が0になるということですね。位置 A で最高点に達した、その時の昇級の速さ V1 を表せ、 L と G を用いて表せという問題です。でここの昇級の出力は M' です。でここでの V1 ですね、衝突後の速度は V1 ですから、ここでの運動エネルギーが、ここを位置を基準としますと、ここだけの位置エネルギーの増加になったということですね。ここではもう運動エネルギーはゼロですから、結局運動エネルギー、理学的エネルギーを保存するから、この運動エネルギーイコールここの位置エネルギーですね。ここの長さが L です。で、ここが L コサイン60度ですから、まあ、L の、これ L ですね。L のコサイン60度ですから、まあ、この2分の L になりますから、L 引くの L コサイン60度ですから、こういう式になります。これコサイン60度は2分の1ですから、2分の、これ2分の1になりますね。1引く2分の1は2分の1です。ですから、2分の M'GL、2分の M'V1GL ですから、これとこれが消えます。V1GL が GL になります。ですから V1 はルート GL となります。G の問題です。2回目の衝突後、昇級は糸の振れ角が120度となった。1回目の時は60度、ここで最高点に達して、また再びこう来て V1 という速度で、衝突したわけですね。ですから衝突後はうんと速くなります。最初は1回目の時は0でしたから、その反動はここまで行ったということですね。2回目はここまで行ったという。しかしここではなおかつ、その糸はたるんで放物運動してましたから、ここでの速度を持っていますね。その速度を V とします。で、となったと。1B にここですね、 1B に出した直後糸はたるみ放物運動を始めた。昇級の速さ V2、 2回目の衝突直後の速さですね、この V2 を L と G を用いて表せという問題です。でここで糸はたるんだということですから、ちょうどここでの、この昇級に働いている力は何かというと重力ですね。それから円運動しています。 V という速さで遠心力が働いています。これとこの反帰方向のこの成分ですね、重力のこの成分、ここが120度ということは、ここが直角ですから30度ですね。ですからここ30度になります。でここが60度になって、ここが直角ですから30度ですね。ですから M'G の差30度です。この力とこの遠心力が釣り合っているということですね。で M'G 差30度こうなります。でこれは M' と M' 消えます。これが2分の1になります。2分の G で、これ分の V ですね。ですから V 乗はこちらきっかけで、一応 V 乗はこういう式になります。で、ここで理学的エネルギー保存則を使います。2回目の衝突直後の速さを V2 とします。ここ位置の基準としますと、運動エネルギーだけですね。これはこれがここでの位置エネルギー、位置エネルギーはこの高さは、ここが L です。これが L ですね。ここが30度ですから、これ30度で2分の L になります。これが L ですから半分ですね。2分の L と L 足して2分の 3L になります。位置エネルギーはこういう式になります。でなおかつここでは運動エネルギーを持っていますね。 V という速さ2分の 1M'V1 です。 V 乗がさっきやりましたね。これ2分の GL、 2分の M' の2分の GL になります。で M'G がありますからくくります。これが2分の 3L、 M'G でくくりますが4分の L ですね。でこれを4分の 6L とL で4分の 7L になります。でここで M' は共通ですから消えて V2 の2乗に両辺2倍します。両辺2倍しますと2分の 7G、 M' は消えて2分の 7GL になります。ですから V2 はルートの2分の 7GL になりますね。これが答えになります。 H の問題です。最後の問題です。昇級と重りの間の反発係数 E の値を求めなさいという問題です。問題にも、全問の結果を利用しなさい。D、F、G の結果を利用して、値を求めようという指示もあります。で、全問の結果ですけれども、V1 というのは第1回目の衝突直後の昇級の速さですね。それはこういう式になりました。で、さらにこの V1 はルート GL で表せました。V2 は2回目の衝突直後の速さは 1+E の2乗のアロメガですね。しかもルート2分の 7GL になりました。ですからこ
これを V2 はこれですね、これがこれになります。で V1 がこれがこれになるということですね。でここで1プラス E の R オメガがルート GL ですから、ここは1プラス E の R オメガをルート GL で置き換えました。ですから事情ですから、あのこれは1プラス E ですね。これはこういう式になります。でこれはこのままですね。ですからもう R オメガが消去された形になります。これからもう GL と L ですねだけで表せますから、ルート GL はルート GL で消えますから、これは右辺はルート2分7、これは左辺はこうなりますね。ですから E はこれ移行してこうなると、これが反発係数 E の答えになります。